ヒメメは、甲骨魚類の分類群の一つ、4ア目15カで構成され、44族236種が記載される。ヒメやマエソなど海底付近で暮らす、低生魚と、水を望遠魚など、深海の中層を遊泳する魚類を共に含んだ、グループである。ヒメメの魚類は、全世界の海洋に分布し、生息深度はごく浅い沿岸域から深海まで、幅広い。 ヒメカ、エソカ、アオメエソカ、チョウチンハダカカは、低生性,性で、残るグループには中層あるいは海底付近を遊泳する、表泳魚が多く含まれる。私有動態の種類が特に深海に住むものに多く、個体分布密度の低さへの適応例と考えられている。エソカ魚類はその多くが漁獲対象とされ、主に原生品として利用される。ヒメメの仲間は一般に細長く、 伝統系の体系を持つ。形態学的な共通点としては、口が大きく鋭い葉を持つこと、油びれを持つ種類が多いこと、浮き袋をかくことが挙げられる。第二、喉ら骨は、外側後方に長く伸びるなど、最急の構造は特殊化が進んでおり、他の甲骨魚類には見られない、本命の特徴となっている。死魚の腹膜には、色素沈着が認められる。 原生のヒメ目魚類は、ヒメアモク、青名ソアモク、水尾アモク、望遠魚アモクの4アモクに分けられ、15か44、属236種で構成される。他に絶滅したグループとして、イクシアトリングゴイディアモクとハリコイディアモクが知られ、それぞれ3か10属以上及び1か3属が記載されている。1990年代以降、ヒメ目内部における、 族の位置づけや、アモク間での単系統制の評価について、様々な変遷が重ねられている。メアモク、シナドントウィディホタテイソスドトライヒャナタスアルティブリス、西アカエソシナダスインテルメディウス一筋エソシナダス、ベリアギアタス四カ八族からなり、78種を含む。ネルソンの体系ではボールドウィン及びサトーラの解析結果を踏まえ、長尾名祖族が本名の中で、 最も原始的な一群であり、他の姫メ魚類の姉妹群であるとする見解を採用している。長尾メソカ、パウロピレイ一族十種で、主にインド太平洋に分布する低生魚の一群である。最大で35センチメートルほどに成長し、背びれのヒレ上数は10から11本。ヒメカ、アルピレイ二族十種を含み、オーラパス族は、大西洋、ヒメ族は、 太平洋に分布する。背びれの基礎部は体の前方にあり、ヒレ上数は14から22本。本家はかつて単独で、ヒメアモクオーラポイディを構成していた。ヒメ属の設置を認めず、オーラパス属に含める意見もある。ホタテエソカ、スドトライヒナナィデイ一属一種で、ホタテエソピーアルティブリスのみを含む。背びれのヒレ数は33本で、油びれを欠く。 最大長は、約9センチメートル。エソカ・シナドンティデイニアカ4属57種で構成され、3体用に幅広く分布する。私有遺体である。マイソワニエソオケイソなどは、原製品の原料として、漁獲対象となる。アオメイソアムククローレフサルモイティ5カ12属71種。オニアオメイソカバシスウロイディデイオニアオメイソ、ビーギガスのみ、1属1種。 他のグループとの関係は、不明瞭なままで、暫定的にこの位置に置かれている。青イソカクローレフサルミデや青イソ属の一種、クローレフサルマスアガシジサン対応の深海に分布する低制魚で二属19種を含む。目が大きく、私有胴体である。丸メイソなどの食用種を総称して、メヒカリと呼ぶこともある。バシスオラプサイデイ一属三種。 本族はかつて超鎮裸化に含められていたが、ネルソンにおいて単独の都がとされた。フデエソカ、ノトス時代山賊十九種からなり、北極及び南極周囲の寒冷な海に生息する。死魚は上顎に葉を持ち、姫メ,メの他の魚類には見られない特徴となっている。超鎮裸化、イプのピディ超鎮裸化の一種。長く発達したヒレを用いて海底に直立する姿。 胸びれのひれ状は、アンテナのように細長く、浮遊生物の捕捉に役立てられている五族29種を含む。目が小さく、板状の網膜しか残っていない種類もある。糸引きワシ族は胸びれ、腹気、尾ひれが著しく長く伸びる。水をあもアリピソロイディ4か二属族十三種で構成される。かつて独立の延長ドンチダえあもとして分類されていた。 白秋の絶滅群、シモリックシー・イデイカおよびエムチョドンチダカノニカは、ネルソンの体系では、本アモクに含められるようになった。デメイソカスコープラキデイヒカリデメイソベンサルベラ、インファンズ4族17種を含み、北極海と地中海を除くすべての海から知られている。目は大きく感情で、真上を向いている。下の上に、針のついた強靭な歯を持つ。全身に、鱗がある。 ヤリエソカエバーアンリデイ南ヤリエソコカレラードレイタ3族七種を含む頭部と体には鱗がない目の大きさは様々でほとんどの種類は感情になっている水オカアリピソリデイ水オ、アリピソリスフェロックス二族三種鱗をかをミく水オ族の背びれはヒレ状が非常に長く発達するキバハダカ族は以前は独立のキバハダカカオモス時代として 扱われていた。裸エソカプララピデデイ裸エソレストローレピスジャポニカ13、属56種からなり、極権を含む全海洋を分布範囲とする。背びれは体幹の中央から起死し、尻びれの規定は長い。水をだまし属はかつて水をだましかアナトープターデイとして分類されていた。望遠魚は目ギガンツロイデイ深海エソバサーソーリス、モリス。 水深2375メートルにて、撮影2か2属4種で構成される。深海エソ族はかつて所属したエソ科からホガーモクに移動され、単独のトガとされた。深海エソ科バサーソリで一属2種。頭部は強く立て平たし、平べったくなっている。深海で、定性生活をし、私有動態である。望遠魚科キガンツリダイ一属2種を含む。 いずれも遊泳性の深海魚で眼球が大きく突出した環状眼を持つ。胃は伸縮性に富み、大型の獲物を飲み込むことが可能となっている。胸びれの位置が高く、エラよりも上にある。おひれの下側のひれ状が長く伸びる。本科魚類は発生基準に特徴があり、前上顎骨、頭頂骨、後ろ側頭骨などいくつかの骨格を書く。デイビスフェリッツによる分子、 携帯双方のデータからの系統解析では、以下のような系統樹が得られている。この場合、望遠魚ア目、青名素ア目は単系統とならない。ありがとうございます。